駅北側の踏切から、駅をオーバークロスする県道は伊勢電気鉄道の移行。乗りか駅は三重県松阪市か村町にある東海旅客鉄道規制本線の駅である。1942年までは廃止された関西急行鉄道伊勢線との接続駅であった。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。平成初期まで1915年3月開地区の 駅舎が存在したが解体され現存しない。旧駅舎に掲げられていた駅名を模した駅名看板が駅の入り口に現存する。待合所が校内西側の一番線に置かれている。一番線と二番線は古線橋でつながる。二番線を本線とした一線する配線であり、通過列車は原則として上下線とも二番線を通過する。 停車列車は原則として、上り列車が1番線、下り列車が2番線に発着するが、反対方向の通過列車に道を譲るために1番線に入る、下り列車もある。松阪駅管理の無人駅となっている。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。三重県道756号松阪環状線が、駅の真上をオーバークロスする。 これは、かつての関西急行鉄道伊勢線の築堤を転用したものである。1980年代半ばまでは、JR 線をまたぐ両側のコンクリート構造物も残っていたが、道路整備により消滅している。駅周辺には、パークタウン、レインボータウン、ハイタウンといった住宅団地が点在する。レインボータウン、ハイタウンへは当駅から三重交通バスが、 運行されていたが2007年に廃止された。ありがとうございます。